それではやっていきましょう。これまでの講座で一つ一つのコードの作り方が学べたと思います。今回はそれらを組み合わせたコード進行についてやってみたいと思います。一つずつのコードのキャラクターが分かってきたら、今度はそれらを組み合わせることによって流れができます。流れができるというのは、作曲をするときやアレンジをしたり、いろんなところに応用が効きますので、ぜひコード進行を流れで覚えてみましょう。ここがですね、楽譜だけを見ながら演奏するところとの大きな違いです。なぜならば、実はですね、コード進行は曲と曲は全然別のものでも、コード進行自体は同じというのが実はたくさんあるんですね。ですので、まずこのコード進行を覚えるときに、定番のコード進行のパターンを覚えるのが一番いいと思います。では分かりやすく、今回キーは C でやってみたいと思います。この時に一つ覚えてほしい概念として、ダイアトニックコードというのがあります。これはこのドレミファソラシド、このメジャースケールの音を一つ飛ばしで重ねていったものがダイアトニックコードになります。ですので、ドのメロディーがありますよね。これに対してドレミファソラシドなので、レを飛ばしてミ、そしてファを飛ばしてソッと合わせると、3つ合わせるとドミソができますよね。そして次レだったらレファラになりますし、ミソシになりますし、ファラドソシレというふうに順番に合わせていきます。そうすると C メジャー、そして D マイナー、そして E マイナー、そして F メジャー、そして G メジャー、そして A マイナー、そして B マイナーのフラット5というコードができます。このダイアトニックコードをどのような組み合わせで配置していくかというのが、このコード進行になります。ではですね、ちょっと定番のコード進行をいくつかやってみましょう。この C コードから順番に下がっていくコード、今弾いたコード進行というのは、このダイアトニックコード順番に下がっていますよね。ドシラソ、流れになってますので、順番に下がっているので順次進行の下降形という流れになります。これは非常によく使われる進行で、例えば奈良曹操、古いアルバムめくり、ありがとう追ってつぶやいたとか、あとファーストラブ、さあ行こう、藤井フミヤさんの True Love なんかもそうですね。振り返るといつも君が笑ってくれた、風のようにそっと、などというように、この進行で作られた曲はいっぱいあります。そして、じゃあ今度は僕がやったように、これらを1564と呼びましたね。ダイアトニックコードを C、D マイナー、E マイナーと呼ぶのではなく、これらに順番をつけてあげるんですね。先ほどのこれを1234567 8、順番の数字ですね。そして1はメジャー、2はマイナー、そして3はマイナー、4メジャー、5、そして6マイナー、そして7マイナーのフラット5というふうに数字で書いてあげると、 C、G、A マイナー、F という進行を1564というふうに呼べるようになるんですね。最初はコード進行を数字で覚えることに抵抗があるかもしれないんですが、慣れていくと実は C のキー以外にでも同じ流れで演奏できるようになるので、
ぜひこの数字で考えるというのも覚えてみてください。これはもう作曲をしてる方とか演奏で中級者上級者以上の人たちは必ずコード進行を数字で、じゃあどうする、1564でいくとか、そういうふうに数字で言うんですね。ですので何の話を言ってるのかなっていうんではなくて、ああそうか、これは数字でコード進行のことを話しているんだなっていうふうに覚えてください。では1564というのは C、 そして5は G ですね。そして6は Am、 そして4は F。 この1564進行、これもド定番になります。例えばビートルズの Let It Be。 When I find myself in times of trouble, was a man that comes to me speaking words of wisdom, let it be。 このような進行、もしくは大きな古時計、大きなのこの古時計、おじいさんの時計。他にはカントリーロードなんかもそうですね。カントリーロード、この道ずっと行けばなんかもそうですね。アナ雪のレッドイットゴーのサビなんかもそうですね。ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分になるのも、などというように同じ進行で作られている曲が、まあ、5万とあるというところです。で、コード進行というのは単体だけではあの曲だなんていうのはちょっとは最初にはわからないと思うんですけど、このようにコード進行を別で考えていくと、先ほどの順次進行の加工形だったらトゥルーラブがあってファーストラブがあってナダソーソーがあってなどなどといっぱい浮かんでくると思います。そして、1564進行って何があったかな、あそうか、ビートルズのレッド・イット・ビーがあったし、アナ雪もそうだった、カントリーロードもそうだったというふうにコード進行を中心に考えることもできるようになっていきます。これができるとただただ楽曲を演奏するだけではなく作曲もできるようになってくるんですね。作曲をしたい方というのはメロディーは皆さん浮かぶんですよ。ただそのメロディーにぴったりなコード進行がなかなかうまくつけられないという方が多いんですね。ですのでコード進行を中心に考えられるようになると作曲もどんどんスムーズにできるようになります。今回学習した内容としては、コードは単体で一つずつの積み方が分かったら今度は流れで覚えると、この流れのことをコード進行と言いますと。そしてこのコード進行を考えるときには、まず基本的にこのメジャースケールを中心で考えるので、それらにコードをナチュラルにつけたものがダイアトニックコードというものになるので、このダイアトニックコードを中心に考えていくと。そしてコード進行にはさらに C、G、Am、F、こういうふうに固有の名前でも言えるんですが、これを1564などというように数字で捉えていくと便利ですよと。これはまた後ほどやりますけど、キーが変わっても対応できるからなんですね。いわゆるカラオケのトランスポーズとかですよね。ちょっと今日これ低いな、もうちょっと上げたいなっていう時に、キーが変わった時にはコードネームが全部変わることになるんですが、ここでこの数字で覚えておくと、ちゃんとキーが変わっても、ああ、1564だからそれには変わりがないというふうに対応できるようになっていきます。まだよくわからなくても大丈夫です。数字で覚えるといいんだなくらいに考えておいてくれるといいと思います。ですので、コードは少しずつ流れで覚える。そして
流れで覚えるときには定番コード進行というのがあるので、それらを覚えていくと1曲だけ演奏できるんではなくて、それらのコード進行を使った曲がたくさんあるんだよという非常に便利な流れになります。ぜひ覚えてみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。